나니? 아? 나니? 이야. 久しぶりだな。 話がある。 おう、兄貴に気安く話しかけんな。 兄貴？ 失礼だろうが。 あっちへ行ってな。 俺はこいつに話があるんだ。 兄貴に向かってこいつだと？ お前らに用はねえんだ。 少しの間席を外してくれ。 ふざけるな！ 席外すのはおめえの方だろうが。
ここじゃ店に迷惑がかかる。表に出ろ。みたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。退屈させんなよ、おっさん。撃った。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。怪我なってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在なんだけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何を。風間のおやっさんや島も、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い搭乗会を、もう一度あの頃の搭乗会に戻るには、
お前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ、だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。登場界の運命は全てこいつにかかってる。
俺は明日関西行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけ格好つけてんじゃねえぞ。搭乗会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長合田隆司、今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ、5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧堂島組か？いや、搭乗会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は搭乗会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだんか？一人でな。合田隆司ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ、臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆司ってやつに借りがある。それを始末しねえとは、搭乗会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが、近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな話しかけてるかわからねえ。杯の話、用心してかかった方がいいぜ。ああ。桐生さん。ん？いや、ああ、
よろしく頼みます。いや。
いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。
わけにはいかんぞ。